や、おはようございます、皆さん。おはよう。3、2、1。おはよう。どう？前髪、今までで一番短いです。昨日切ってもらいました。なかなかの短さ。そう、もさあわあとあとありがとうございます。朝起きたら充電が、携帯のサブキーの充電が切れとったんからこっちで配信してない。まあ、本垢で配信をしております。本垢？本携帯？
さあさあさあ、もう一日頑張りましょう。乾杯。今日は昨日のお母さんのご飯の残り物のカレーの唐揚げとバイト先のパンと。まかない、あのまかないのまかないの肉あまり。カレー、あのカレー、あ、そうそう、カレー。やば、まかないの肉食べていい？まあ、うまほんとにまかないじゃない、バイト先のパンがほんまに好きで、カレー、朝からまま豪華。
いいね。お水の箸出してくれます。一応カトラリーセットでナイフ、フォーク、箸あります。なんか うちのバイト先がさ、フランス料理屋さんで、フランス人はなんかステーキにマスタードをつけるんだって。結構さ、日本だとわさびつけたりっていうの多いじゃん。なんかそんな感じでマスタードをつけるらしいんですけど、めっちゃ美味しかった。マスタードつけてた分めっちゃ美味しかった。すごいさっぱりして、あ、粒じゃないやつ。
顎が発達しちゃう。うまい。本当にこのパンがおすすめ。いかないとだよね。パン何も入ってない。何も入ってないけど、めっちゃもうずっしりしてて、めっちゃ美味しいから。ガチおぬぬめ。中身入ってんじゃないかっていうぐらいマジでずっしりしてるから。
ありがとう。100キラ。3連休は まず普通に土曜日レッスン、レッスン等があって、日曜日は本当はイベントがあったんですけど雨で中止になって、まあそのまま私はバイトに行き、で昨日月曜は台湾のイベントの練習をしてきました。です。髪の毛減りました。え、聞き方もうちょっとあるでしょ。髪の毛減りました。何？減りました。切りました。前髪が結構いきました。前髪結構いきました。待ってみんな、この状態が続くじゃないか、そう、あの伸びることを想定して切ってますから、これ台湾の時にはちょうどいいぐらいになってるよっていうのを想定しての長さなんで、今結構短いですけど、これからです、これから。今小バエがいた。うち湯船に小バエが浮くんですよ。お風呂入ろうと思ってお湯浸かろうってパッて見たらにって思った。
2匹先客がいまして、入れんじゃんってなった。5倍センサーすごいんで、え、絶対婚約は無理と思って、やめたよ。さすがに婚約は遠慮した。アンノーンみたいな名前の字体が、あ、先客の2匹はね、もう多分お湯に入った瞬間、入ってちょっと多分もう、あのってなりましたね、多分浮いてただけなんで、もうもうね、さよならだった。さよならってなってたよ。カイドさんお仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。命がけな。まあ、お湯に疲れたなら、そんなに疲れたくて疲れたなら、まあマジオッケーですよ。中井ゆんさん、バニラありがとう。かゆ、極楽みたいな。よく浮いてるんですよ、マジで。ホタハタありがとう。わ、前髪そう行っちゃいましたまあそんなこんなで今日も皆さん頑張りましょうね極楽皆さん、ありがとうございます。頑張りましょう。私も今日も一日も今日の一日も頑張っていますよしさん、なんか言ってた、いいよ、
こもちょっとこう増やしてもらって、6連休いいね、ほんの休んだからに、ロケさんハートありがとうございます。まあ今日もね、皆さん一緒に頑張っていきましょうね。まこめさん、バニラありがとうございます。ではほほほほほ、えい、ジュサイ、アメンボさん、ジュニクニスさん、チューチー焼きそばさん、チューイン青い豆腐さん、チューイコーマさん、アチー醤油団子さん、7位アベルさん、6位マックスがこちまさん、5位チリちゃん、4位がチリコトのアーカイブさん、そして第3位がモーさん、ありがとうございます。第2位がおいしさん、ありがとう。そして第1位はポンタ、前髪夏全開でいいね、今日からお仕事頑張ってこう、頑張ってこうな。はい、あ、もうちょうどあの本当に台湾で、台湾にはちょうどいいぐらいになりますんで、はい、あ、もう、あ、やばいってなったらもう育毛剤がうちにあるんで、はい、まあまあまあ、でも私はね結構あの気に入ってるんで。気に入っちゃってるんだって感じなんで、はい、ではでは皆さん今日、うん、また明日の朝配信プラス水曜日はね夜の9時からの配信で皆さんお会いしましょう。またねー、バイビー、バイバイ。